could be good for me. Lately I...さあ始まります。本日もビットコイン、イーサー、それから BNB ですね。こちらの仮想通貨のしっかり分析をしていきたいと思うんですけども、仮想通貨がちょっと大暴落してしまった後ですね、この主力の仮想通貨がどんな感じだったのかをちょっと皆様と一緒にね、フォローしていきたいと思います。特に BNB が下げがきつかったという印象があったんですけども、今日はちょっとプラスになっているという感じなんで、この3つの仮想通貨ですね、しっかりチェックしていきたいと思うので、最後までご覧になっていただければと思っております。それではまずビットコインですね。こちらから確認していきたいと思うんですけども、ビットコインですけども、今日 0.65% 下落になってしまって、日本円でだいたい、そうです、こちらが379万円ぐらいかなという感じですね。日足から確認です。はい、このようにちょっとですね、下げ渋っているような形で、今だいぶ値段の方が安定してきたかのように見えると思うんですけど、本当にちょっと油断はしない方がいいかなという印象は変わらないですね。昨日安値がだいたい337万円まで。下落しましたね。本当危なかったですよね。その後ですね、今40万円ぐらい回復してきているので、38万7千円ですね。この辺に今いけるかどうかっていうのをちょっと模索しているような感じかなと思いますので、ちょっと今後の、ね、このビットコインですね、こちらの注目していくポイントは387万円かなと思います。サポートが36万2千円ぐらいですね。この大体真ん中の辺なんですけども、このあたりが一応サポートとして機能しているような感じになるので、362万から387万のレンジで今組んでるんじゃないかなと、個人的には思います。それから次がイーサですね。はい、こちらがイーサリアムですね。イーサリアム本日は25万9000円ぐらいということで、5.7% 下落になりました。ちょっと下げがイーサリアム厳しいですよね。このような形で、ちょっとなかなかビットコインに比べると上値が重いなという印象でありまして、こちらも安値が22万5千円まで、もう19万とかね、そのあたりまでなりそうな動きだったんですけども、そこから下げ渋ってですね、今少し3万円ぐらい戻してきてるかなというような感じです。まあ、こちらもですね、今27万8千円ですかね、この28万円ぐらいのところに今戻ろうとしているような形にはなります。ですので、28万と25万2千円ぐらいの中のレンジで組むかなというところです。それからそこを割ってしまうと、先ほどお伝えした22万5千円ぐらい、その辺の水準までまたちょっと戻ることもあり得るかなと思います。ちょっと私はイーサリアムに関してはそこまで戻る確率がちょっと高いのかなと思うので、まあ買い場は22万5千円ぐらいで買って、まあこのぐらいの水準で売るような感じが、ちょっと短期トレードとしてはおすすめかなと思うので、一応皆様にお伝えしておきます。はい、それから最後になります。BNB ですね。こちらの方が今日プラスですね。だいぶこちら戻してきたなって印象ありますね。4.2% 今日は上昇しましたので、まあ、ちょっとバイナンスコインがですね、このような形で落ち着いてくると、他の仮想通貨にもですね、かなり影響としてはでかいと思いますので、まあ、今日は本当に良かったなと思います。BNB がね、最近ちょっと動きが良くなかったんで、心配してた方も多いと思うんですけども、はい、こちらですね。チャートの形状がかなりいいですよね。上にちょっと戻ろうとしている形なので、まあ、BNB っていうのはやはりいろんな形で使われるケースが多いですよね。まあ、ステーキングだったりとか、それからローンチプル、ローンチパッドにも使われたりしますので、まあ、売り安は本来ね、ここまで下がるような仮想通貨が決してなかったんですけども、全体のこの大暴落にね、巻き込まれて、まあ、テラの一件だったりがあったと思うんですけども、それからアメリカ、ロシアの問題もありますが、まあ、そういうの含めてですね、ここまで下がるとはちょっと私も思ってなかったなというところなんで、まあ、逆に言うと買い増しの後期かなと捉える方が増えてきて、まあ、値段が回復できるんじゃないかなと思っております。こちら最後に月足も見ていきたいと思うんですけども、まあ、このような形でね、ちょっと値段の方がだいぶ横ばいで動いてた時期があったんですけども、だいたいそうですね、この390とか、まあ、それから300ドル付近ですかね、この辺で動いてたんで、そこ割り込んできて、まあ、ソロナとかもね、結構でかい下げになってしまってるんですけども、まあ、BNB も今ね、戻るところがどこあたりかなと思うと、まあ、大体300ドルぐらいまず復帰をして、それから330あたりですかね、その辺まで戻れるとは思っているんですけども、今そのあたりをちょっと目指しているんじゃないかなと、個人的に思っております。はい、今日全体見てきたんですけども、まあ、ちょっと今日もね、安定している中、どんな感じなのかなと思っているんですけども、ちょっとこの後のね、また急落、急変動がちょっと怖いなと思うので、皆さんなかなかちょっとこう買い、そろそろ安くて買いだなと思う方も多いと思うんですけども、なかなかちょっとこう安全策をとってですね、なかなか値段の方がすぐ戻ってこないような状況なんで、まあ、しばらく安定したものをね、こう確認しつつの、ちょっとデリケートな展開になってくるとは思うんで、まあ、その辺をちょっとまあなんとかね、耐え忍んでですね、まあ、値段がこれからまた戻れるようになってくるまで少しね、あんまりこう欲張らないで、
負けないようにですね、しっかり自分の持ってるものを大事にしていくという流れになってくるんじゃないかなと思いますね。ちょっと私も昨日結構損切りしてしまってはいるんですけども、まあそれはしょうがないかなと、ちょっとウェイト少しね、減らして、万が一に備えたっていう形で、まあちょっと今年の中で一番大きな、ちょっとロスカットにはなってしまったんですけども、まあこれは仕方がないなということで、まあだいぶ軽くはなったので、まあどっかのタイミングで、もし下げてしまったらまた買うという感じで、まあ一つそれはね、しょうがないのかなと思ってます。ただ、本当に負けやすい相場なんで、ちょっと気をつけていただいた方がいいんじゃないかなと思いますので、まあ今回ですね、この BNB、それからイーサー、ビットコイン、まあ、この辺の動きをしっかり見てですね、他のアルトコイン欲しいなという方もチェックしていただくといいんじゃないかなと思います。とにかく今年は負けないことですね。私が年初から言ってたように、今年プラスマイナスゼロなら来年ね、結構勝てるというところだと思いますので、とにかくプラス、そこを目指して欲張らないということが大事だと思いますので、ぜひそのような形でトレードしてみてください。はい、ということで今回ですね、5月13日、こちらの3つの仮想通貨ですね。まあ、ちょっと今日主力のところを紹介してみたんですけども、まあ、それぞれ高安まちまちなんですけども、まあ、全体的に少し落ち着きは出てきたのかなと、昨日に比べると落ち着いてきたように見えるかもしれませんけども、油断はしないというのは絶対忘れないでください。はい、ということで今回ですね、3つの仮想通貨のチャート分析はいかがだったでしょうか。皆さんもそれぞれの仮想通貨に異なった意見とかもあると思います。よかったらコメント欄の方にご自由に使っていただいて構いませんので、そちらによかったら書いてみてください。それからチャンネル登録ですね、まだの方ぜひこの機会にしていただいて、見逃さないようにしていただければなと思っております。はい、ということで今回は3つの仮想通貨のチャート分析、最後までご覧になっていただきまして、ありがとうございました。